えー、路上ライブで活動しているシンが応援しているものです SNS のフォロワーは着々と増えてきているのですが本人たちが掲げているメジャーデビューして武道館、動物館、M ステンステージに出すという目にはまだ遥か遠い気がします会長ライブをするにしても30人規模の会場でギリギリ緩まりできる程度ファンの中にもリアコイズレが多くて有名になってほしくないという方もいますその中で推してるアーティストを有名にするにはどんな手段が必要だと思いますか、えっと、今のやり方を知ってる限りは難しいんじゃないですかね結局その30 あの、ファンが倍になっても60人じゃないですか。で、まあ何年やってるかわかんないですけど、その、路上でな、まあやってきた結果が今30人規模をんとか埋められるっていう状態なんですよね。なので、もう路上で何とかして武道館とかドームに行くのは不可能だよねって気づいた方がいいと思うんですよ。で、じゃあその、最近の成功例で行くと、あの DJ 社長さんっていう方がやっていた、 あのバンドグループとかって別にあの路上ライブやって増やしたわけじゃないんですけど YouTube でそのミュージックビデオ流したりとかそのなんか YouTube 内でいろいろああだこうだこう,いうあ YouTuber と絡んだりして有名になってでドームコンサートとかやって で、やろうとしたら失敗してとか。まあ色々あるんですけど、っていうのもあれ割とそれで人気になってたりするんですよね。で、あのゴールデンボンバーはまあ今では割と有名バンドになってると思うんですけど。元々ゴールデンボンバーもそんなに売れてない。バンド時代にニコ動に動画上げてたりして。あとあのなんかコミック動画とかも結構上げてたんですよね。 ほんで、なんか仕事が来て、そのうちなんかあの、なぜかこの、のソフトバンクの CM に出るようになったりとか、っていうので結構有名になったっていうのがあったりするので、なので、あの SN、SNS でどうやって有名になるかっていうのをひたすら時間をかけた方がいいと思うんですよね。その路上ライブで一人ずつ仲良くなってっていうのは昔のやり方でいけばあったと思うんですけど、ただそれだともう時間かかりすぎちゃうので、で、やっぱりその、年取っちゃうとそんなにもうなんか、あの、 流行らんっていうのがあったりするので、なので今のうちにそのあの若くて勢いがあるうちに SNS で有名になっちゃってなんとかするっていうのがいいと思います。